色、ツヤ、味、申し分ないですね。美味しいイチゴを食べると、どんな人が作ってるのかなっていうことに思いを馳せざるを得ません。どうも、井上真です。栃木といえば、このイチゴ。今日は、県外からやってきて、このイチゴ作りに情熱を燃やしている方にお話を伺いながら、宇都宮のいいところをご紹介しに行きたいと思います。それでは早速行ってみましょう。あちらに、どうもおはようございます。おはようございます。すいません、井上真と申します。はじめまして。斉藤龍介さん、37歳。以前は東京で飲食店の店長をしていましたが、5年前に一念発起して宇都宮へ移住。いちご農家としてゼロからスタートしました。どうぞ。ありがとうございます。いやー、僕初めてですね、このいちごの農家さんというか、はい、作られてる。初めてなの。はい、これも全部一から作られたってことですもんね。そうですね、全部ハウスも。これまたどうして農業の方に行ってみようって思ったんですか？そうですね、僕飲食業をずっとやってて、はい、で食材扱ってる中で、自分の食べてるものとか、お客様に出してるものが、どうやってできてるのかなとか、考えたこともなくて、はい、ある瞬間に考えて、勉強してみたいなと思って勉強したのがきっかけですかね。ご家族とか。そうですね、反対されなかったんですか？妻は結構反対しましたね。はい、最初は。そうですよね、はい、やっぱり僕は農業やりたかったんですけど、奥さんの方はやっぱ東京をずっと住んでたんで、はい、子供の学校とか、はい、友達、自分の友達とか親とかでしょ、はい、離れるのが嫌だって言われたんですけど、まあ、いろいろ、はい、距離的に調べて、はい、どこな地図見てどの辺ならいい。農業やるにしても、はい、まあ、距離的なもんで、はい、東京からそれ遠くはないという。はい、そうですね。なるほど。でもこれ、この外もね、ハウスいっぱいあって、はい、もうゼロからこう作ったわけじゃないですか。そうですね。これ大変だったんじゃないですか。そうですね、やっぱお金が大変で、はい、で、まあ、いろんな市区町村を見て、宇都宮のこう農家の新規就農の応援してくれる制度っていうのもあったんで、それも利用して。宇都宮もいいかなっていうのが検討に入って。で、最初は制度で助けられた部分も。そうですね、もうあったという。はい、そっか。じゃあ良かったですね。はい、宇都宮市には農業に対する熱い情熱を持った担い手を応援するさまざまな支援策があります。例えば斉藤さんが利用した園芸用パイプハウスの設置費用の補助。新規就農者が新しくハウスを建てるときに最大で300万円の補助を受けることができるんです。他にも農業体験会の開催や、宇都宮市で農業を始めてから5年間で特に素晴らしい成果を上げた人を対象に120万円を支給する担い手育成金制度などもあるんです。今の時期はもう収穫。そうですね、朝収穫して、パック詰めして、って感じですかね。これどんな一日なんですか？まあ、作業とか。朝収穫しますけど、やってみますか？いいですか？はい、あら、ちょっとやったことないんでいいですか？あら、やってみましょう。ありがとうございます。はい、あら、こっちに。はい、すみません。やらせてくれるんですね。さあ、大地さん、はい、人生初のですね、はい、いちご摘み体験、はい、お願いします。じゃあ、はい、まずお手本というか、こういちごを持って、はい、いちごを持って、あ、いいんですか、持ってね、はい、で、チンチンと回す感じ。回す感じ。あ、くると、わー、意外と簡単に、はい、こういうものなんですね。はい、で、こう置いて、きれいに並べて、はい、はい、いやー、これ美味しそうな。はい、はい、いやー、ね、売り物みたい。売り物です。そうですよね。あ、これもまずですね。大丈夫です。大丈夫。はあ、い、で、先っぽ持っちゃうと、はい、先っぽが潰れちゃうんで。あ、なるほど、なるほど、はい、傷つきやすいんで、はい、優しく。優しくですね。優しく、はい、優
優しさが優しさが大事、大事ですね。ああ、ありました、はい、なるほど。結構腰にというか、はい、ね、ね、大変な作業ですね。宇都宮に移住して5年、いちご農家の仕事は決して楽ではありませんが、東京にいた頃より家族と過ごす時間は増えたといいます。子供たちともかなり会話が増えて、はい、まあやっぱ仕事でずっと会えない日が続いてたりとか、うん、夜ご飯も、はい、東京の時はね、東京の時は、うんうんうん、夜ご飯も一緒に食べられなかったんで、うん、そっかそっか。できました。これ綺麗な、これ朝摘みですもんね。はい、これちょっといいですか。あ、じゃあバイト代でこれでこの1個のバイト代はなかなかの高級ですよねどうぞ。これもいけちゃうもんなんですよね。いけちゃいますね。いいすか、はい、いいすか、大丈夫です。すいません、すいません。じゃあちょっといただきます、はい、朝摘みを。いただきます。はい、うん、めちゃめちゃ美味しいですね。あ、めちゃめちゃ美味しい。このだって取ったばっかりが一番美味しいですもんね。そう、うわ、美味しい。間違いなく一番美味しいです、今までで。本当ですか。そりゃそうですよねおお、やっぱりこう新鮮な美味しさ、はい、で全然違いますね。そうですね、やっぱ取りたてとか、やっぱりもぎたてとかって、はい、僕東京の時全然食べたことなかったんですけど、はい、やっぱり食べた時の衝撃って言ったら、うん、はい、こっち引っ越してきてまず野菜が美味しいなって思って、はい、あ、そうですか、はい、宇都宮の野菜を、うん、そうですね、やっぱ新鮮だし、新鮮ですね、やっぱ全然違うなと思いましたね、うん、へー、いやー、これは感動。これはここじゃなきゃ食べれないですね。そうですね、宇都宮だからできたっていう意識でいるんでしょ、もちろん。そうですね、やっぱり宇都宮じゃないと、ね、うん、ちゃんとやるのは難しかったかな。来てよかったでしょ。来てよかったです。よかったでしょ、はい、じゃあありがとうって言って、ありがとうありがとう宇都宮、ありがとう宇都宮、カメラ目線って言って、ありがとう宇都宮栃木県がいちごの生産量全国1位というのはすでに皆さんご存知かと思いますが、実は宇都宮市いちごの消費量が全国1位なんです。ざっくり言うと、宇都宮市民は日本一いちごを食べているいちご大好き市民ってことなんです。知ってた？非常に土地に馴染まれて、うん、やっぱり引っ越してきていろんな不安も、はい、うまくいかないこととか、はい、帰りたいなって思ったこととかなかったんですか？帰りたいなって思ったことはないんですけど、うん、はい、全然ない。全然ないですね。こっちの方がもう本当に住みやすいし、うん、不便は感じたことはないですね、うんうん、東京いる時とそんなに、まあ、車さえあれば全然変わらない。その気になればすぐ、そうですね、行ったり来たり、行ったり来たりできるし、東京も、まあ、たまに妻が実家に帰りますけど、はい、まあ、3時間かかんないですけどね、うんうんうん、そっか、近いから。じゃあこっちで農業の夢を追いながら、うん、こうかつての生活にもちょっと楽しみながら行ったり来たりできると。はい、じゃあもうこれからも根を下ろして、そうですね、ここでやっていきたいな。毎年赤くなるイチゴを見ながら、はい、見ながらずっと夢を追っていくということですね。はい、素晴らしい、感動いたしました。はい。